伸び伸びやっとるやんか。次は9番バッターで金子誠ですね。背番号8番のとっさんが9番バッターでもくしゃくしゃやんか。なるほどね。8番バッターを出せるぞ。はい、まあでも本当に陽大館は2番に抜擢されて、見事に梨田監督の期待に応えてる。Thank you.
もらおうもと、フッチーさすが言うてくれた。はい。うん。真っ赤、真っ赤ですからね。はい。一人夏男です。うん。では行きましょう。靴も赤です。靴も赤ですか、そうですか、そうですか。携帯全体情報をお伝えしていきます。先週ですね、セパ両リーグとも2010年最下位のチームが元気とお伝えしましたけれども、うん、勢いが止まってしまいましたチームがあります、うん、イーグルスは3連敗などでリーグ3位、まあ、一応まだ貯金は1ありますね、はい、セリーグなんですが広島はまあ単独首位であるんですが、うん、元気であるんですが、横浜ベイスターズが5連敗中でリーグ5位に落ちてしまいました。いやでも、はい、これこういう結果この1週間になったってことは、まだこの1週間にまだ反対もあるから。あそうですね、セリーグもパリーグ もう超混戦なんです。確かにそうですよね。10年以上のドラフトやフリーエージェントでパ、はい、リーグも人気出たから、はい、あの戦力が非常に均等化されてて、もうこんなほんの2カードに変わるまで。確かに、まあ、その最下位チームにかかわらず開幕いい出だし、例えば西武が5位かなだったりとか、そうもっと変わりますよね。もう昨日投げ返して栗山がヒットかかってたんでしょ。はいはいはい、緊張戦に変わるからね。はあ、あなるほど、それを聞いてますね。そうそうそう、はい、やっぱそれはバッターの用意の仕方も
の資源についてのね、はいはい、あのエコ活動のところはずっと出てきたからね。そうなんですよね。ちなみにですね、 NPO 法人全国無洗米協会の検証によると、毎日無洗米を使うと年間2リットルのあのペットボトルがあるんですね。828本分の水が節水できるというデータも出てるという、いうことなんですよね。まあでも肌の感については、はい、あのいろんなその無洗米について工場見学でね、一回うち一緒に行った時にさ、はいはい、そこ詳しく教えてもらったし、そうですね、828本分ってこれ半時教えてもらったから忘れてんのかな。これは私は初めて。かなり水は節約できるとは言ってましたけどね。はい、1人828個、あれがね、何人、何十人、何百人、何千人、何万人、東北エリアにいっぱい持っていけるよとなるとね、そうね、非常に節水になる、はい、エコだということですね。エコですよ。ホクレントファイターズが始めたキースクリーンウォーターエコプロジェクトでは。